バーベキューもできる薪ストーブ、マウント炭工事初火入れレビュー、in 中瀬草原キャンプ場です。今回は、長崎県平戸市の、海の見える、絶景キャンプ場、絶景の草原キャンプ場、中瀬草原キャンプ場にお邪魔しております。はい、テントはですね、薪ストーブに最適化されたテント、マウントスミさんの、ノラです。やっぱりあの新枕とテンションが上がりますね。少しキャンプ場の紹介をすると、中瀬草原キャンプ場は、羊さんもいるですね、あの牧場キャンプ場でもあります。おすすめはですね、奥のフリーサイドですね。ポツンとね、やっぱりあのテント張るとすごく絵になりますよね。オートサイトは駐車場の近くにあるんですけども、残念ながらこちらはちょっと海が見えないです。フリーサイトに行かれる方、共用のカートもあるんですが、やっぱりあの自分たちのカートもあると安心ですね。管理棟は物販も充実しています。食料、薪、いろんなものちょっと売ってますね。特にあの針葉樹一束500円はすごく良心的です。管理棟のトイレですね、あのすごく綺麗です。夜10時まで使います。ちなみに外にもトイレあるんですけども、こちらもですね、あの水洗の洋式トイレありますんで、まあ小さいお子さん安心ですね。海の近くなんでですね、やっぱり夕景のですね、このマジックアワーすごく綺麗です。やっぱこう写真撮り映えありますね。マウントスミの薪ストーブ工事はですね、総重量、15kg 以下のコンパクトな薪ストーブです。オプションのチャコールバスケットをですね、入れると炭火でバーベキューができるっていう汎用性の高さ、この汎用性でですね、こちらを選びました。初火入れということで、外で煙突ですね、ちょっと少なめでちょっと燃やしてみました。こういうふうにですね、まあ、中に、まあ、煙突のパイプ入ってますんで、こちらを出して一応設置します。煙突固定のワイヤーも、まあ、正直この長さなら必要ないんですけども、まあ練習ですね。こちら工事なんですけど、構造がですね、二次燃焼構造なので燃焼の効率も期待しております。薪ストーブのですね、この下の方にはですね、ロゴスの焚き火シート、まあ、80cm×130cm、こちらを敷いております。注意点です。こちらのですね、焚き火シートですが、特殊なガラス繊維なので、直接触れるとですね、もう肌が曲げます。なので必ず、まあ、軍手とか、まあ、革手袋ですね、こちらをした手で触った方がいいですね。着火は松ぼっくり、松の葉っぱ、庭木の小枝の、まあ、3点セットです。やっぱり外の方だとすごくつきやすいですね。ハンドルにもしっかりね、刻印がしてあるのがマウントスミさんの工事、かっこいいですね。室内だとやっぱりちょっとですね、着火に手こずりました。ということで A&F さんでも売ってるこのファイヤーライターですがですね、あっという間に火がつきました。最初この黒く塗られている塗料がですね、剥がれやすくなっているので、350度から、400度の間で40分から50分間、火入れをしてあげる必要があります。薪ストーブの温度なんですけども、こういうマグネット式のですね、まあ、温度を測るものもあります。薪ストーブデビューにあったらいいコーナー、はい、
ロゴスのですね焚き火シート、こちらなんでおすすめかっていうと、耐熱温度500度まで OK なので、まあ、薪ストーブでも安心ですね。こちら A&X さんで売っているファイヤーライターズですね。こちらライターもう着火剤の部分も兼ねてますんで、まあ、中に放り込んでつけれるっていうですね、まあ、このお手軽感非常に便利です。次は天幕デザインさんのですねステンレスブラシ S です。まあ煙突掃除のメンテナンス用ですね。ウッドハンドルなのでかっこいいですね。はい、こちら100均のキャンディーさんに売ってるですね、まあ小さいコンパクトなほうきとちりとりのセットなんですけど、薪ストーブの中の灰とかですねかき出したり掃除するときに使います。マウントスミさんの薪ストーブ、工事こちらのですね初火入れレビュー参考になりましたらチャンネル登録お願いします。